皆様こんにちは。今回はチットチャットをやっていきたいと思います。はい、ちょっと久々のチットチャットなんですけど、やっていきます。まずこれ Excel ラスティングタッチペースを使っていきます。すごいですね、ここの2機。ここはね、マスクだと思うんですよね。ちょっとこっちにもね、ポコってなんかあるので、そう、肌荒れがすごい、今回、今月最悪だから結構ビタミン C 系のスキンケアを使うようにしてるんですけど、それでもダメですね。はい、伸ばしました。そしたらメディアのクリームファンデーションを使います。これ OC の C1 番の方を使います。あれ、はい、じゃあ塗っていきます。そうで、これの前に寝せたと思うんですけど、リベッカの春服が出ます。イエーイはい、ブラウスとワンピースがまず出ます。ずっとね、作ってきたものなので、去年くらいからすごい嬉しい、気に入って、お家の中で結構着てます外に出れないから、春服を着て春を感じております。今回バッグも出るんですけど、すごい使いやすくておすすめです。ショルダーにもなるし、ハンドバッグとしてもなるので、もう、ね、ぜひ使っていただきたいです。はい、こんな感じ。そしたらまたミラノコレクションを使っていきます。このクリームファンデーション、また最近ずっと使ってるんですけど、みずみずしさがすごいいいんですよ。軽いクリームなのに、で、崩れ方も汚くないので、大好きなファンデーションです。でね、インスタの質問を最近よくやってるんですけど、家でおうち時間が長いので、で、これで眉毛描いていきます。結構ね、ネイルの質問が多くて、セルフジェルまでやってますかとか質問多いんですけど、最近ね、やってなくって、セルフジェルはなんなら何にもやってないからやばいって感じですねだからマニキュアをまた塗ろうかなと思って、最近ね、アディクションのマニキュアが好きです。ここにもあるんです。そう、このアディクションの、これはサニーピンクっていう限定なのかな、ちょっとビビッドなピンクなんですけど、やっぱりこうデパコスなだけあって、乾きがすごい早いから気に入ってます。マニキュアのね、嫌なところはすぐね触っちゃうところなんですよね。乾いたかなと思って、そう、マニキュアを塗って時に限って乾いたぐらいでトイレに行きたくなったりするので、そう、結局触っちゃって汚くてやり直しとか、もう結局やめようみたいになっちゃうので、やっぱ乾きが早いっていうことがね、私は重要ですね。で、このアディクションのはすごい乾きが早いのでおすすめです。あとキャンメイクのもおすすめかな。キャンメイクのネイルの、私はラメがいっぱい入ってるやつ使ってるんですけど、落ちにくくてすごいいいです。結構ザクザクのラメのやつだと、逆にリムーバーでも落ちにくいぐらい落ちにくいはい、です。はい、ではアイメイクに行きます。今日はこの間セルフリッチで購入品紹介したやつの、まずこのカラーをちょっとクリースに入れます。このカラーは、このカラーです。これマットのカラーです。はい、そしたらこの下のちょっと明るめなオレンジ、これをこの空いてる部分にのせていきます。
めっちゃオレンジ。このカラーは何だろう、ルールっていうカラー、すっごい可愛い、この鮮やかオレンジ。はい、でそしたらラメを足したいので、アンバーライトっていうカラー、これアンバーライトね、単色も持ってるんですけど、めちゃくちゃ綺麗です。で私が好きなあのカジノに似てるって言われてるカラーなんですけど、カジノよりもこうなんだろう、ラメっていうよりツヤ感の綺麗なアイシャドウです。カジノの方がもっとキラ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 ってしてくれるので、華やかにはなる、華やかになるので、そっちの方が好きなんですけど、これもね綺麗なカラーです。で今日は締め色なしでいきます。多分あの質問で締め色しない時とする時の、 あれは何ですかみたいな、基準は何ですかっていう質問はあったんですけど、まあ気分と、あとそんなにこう目をがボヤボヤしなければ締め色も使わないでいいかなっていう感じです。ただ締め色使わない時はちゃんと LINE で目力は出すようにしてます。なのでこのウェットンワイルドのペンシルで下のインラインもちゃんと入れます。こんな感じ。上もこれで引いちゃおうかな。これなんかラブレターでめっちゃ値下げしてたんですよね、このペンシル110円とかになってて、で他のコスメもなんかあれみたいな、いつもより値下げしてないっていう印象ですね。こう私概要欄とかに値段を入れたりするので、その時の値段を入れるようにしてるんですけど、なんかねかなり値下げしてる、値下げしてますね。ラブレター、これ200円とか300円だったんですけど、前は今110円になってました。その時だけかな、ちょっとびっくり。はい、しっかり上下インライン入れたらビューラーをしていきます。このパレット本当買ってよかった、すごい可愛い。なんかスモールアイシャドウも大好きなんですけど、いろんな組み合わせができるから、ただもし時間がない時とかっていうのは、こうやってパレットになってくれた方が統一感が出るし悩まなくて済むからいいですよね。はい、そしたらマスカラ下地を塗っていきます。ケイトのラッシュマキシマイザーを塗っていきます。よし、そしたらシェーディングはこれ使っていきます。ちょっとオレンジっぽいシェーディング、目元とかがオレンジっぽいのでこれを使っていきます。でシェーディングもちょっと顔周りさささっと入れていきます。今日はねチークを入れるので、チークはなぜ使っちゃおうかな、これジーナ、ちょっとピンクっぽいオレンジっぽい感じなんですけど、ちょっとこれをね細めに入れてみます。このブラシを縦にして、かわいい、なんかハッピーな感じになれるカラーじゃないですか。え、かわいい、めっちゃかわいい色、かわいい、さすがです、さすがです。で、じゃあハイライトも新しいの使おうかな、ナーズのこのブラシでのせます。めっちゃ綺麗です、めっちゃ綺麗で、ナチュラルにもできますね、これ大人なハイライトって感じ。私結構ガンガンにのせてこんな感じなんですけど、綺麗。でマスカラ塗ってリップか、リップもこれにしよう、ナーズのハッピーデイズってやつ、ベルベットグロスリップペンシル、超かわいい。これはそうこれね、これシャーロット・ティルブリーのシャープナー私持ってたんですけど、こっちがね
ぴったりだったんですよ。だから買わなくても済んだ。嬉しい。余談なんですけど、はい、こんな感じで、ではマスカラを塗っていきます。今日は何個目のマスカラでボリュームをねしっかり出したいと思います。はい、こんな感じでがっつりボリュームを出しました。このアイシャドウほんとかわいい。そして下にね鏡を置いてあるからすごいなんか光が光がすごい。よし、こんな感じでメイク完成です。めっちゃ可愛くないですか、このナーズのチークとリップ。すごいハッピー、ほんとハッピーデイズ、ハッピーデイズだっけ、ほんとハッピーデイズって感じ。名前の通り。はい、はい、こんな感じでメイク完成しました。髪の毛はね、最近こう前髪がもう乾いた状態でこんな感じなので、流しつつちょっと適当に巻きました。はい、こんな感じで今回はチットチャットでした。では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。